平野紫耀、神宮ジングユータとオッベ飛べ合流で揺れるジャニーズエンターテインメントの未来未来。ジャニーズ事務所の看板グループや人気メンバーが新たなステージに進む話題は、日本のエンターテインメント業界に大きな注目を集めています。その中でも、平野紫耀とジングウジユータのジャニーズ事務所退所と飛べ、滝沢オフィスオブアーティストプロデュースへの合流は、 今後のジャニーズエンターテインメントの未来について重要な転換点と言えるでしょう。この記事では、その詳細とその影響について探求してみましょう。1。平野仕様と神宮寺裕太、戸辺への合流5月22日、元キング・アンドプスのメンバーである平野仕様と神宮寺裕太がジャニーズ事務所を退所し、これからのキャリアを模索しています。 そして、その行く先として報じられたのが、滝沢秀明氏が設立したアーティストプロデュース会社、飛べでの活動です。この合流について、マスコミや業界関係者からは高い関心が寄せられています。2、合流の背後にある決断平野仕様と神宮寺勇太の飛べ合流についての詳細は、 彼らが新たな事務所を立ち上げ、神宮寺が戸部に所属する形を取り、さらに二人が戸部とエージェント契約を結ぶという形です。この決断は家族や関係者との熟考の末に行われ、7月には正式に発表される予定です。また、戸部はまだ明らかにしていないものの、すでに大テレコード会社から二組のアーティストをデビューさせる契約を結んでいると言われています。 3. ジャニーズからの元ジャニーズへの制約ジャニーズ事務所から独立したアーティストには過去から現在にかけて様々な制約や障害が存在してきました。ジャニーズ事務所はかつてはメディアに対して圧力をかけ元ジャニーズの活動を制限していたとされています。また、コンサート会場の利用やテレビ番組への出演など 多くの面で制約が続いており、ジャニーズに対する業界内の配慮は依然として存在します。4. 滝沢秀明氏とのタッグ滝沢秀明氏との協力が、元ジャニーズメンバーにとって大きな転機となることが多いことも注目されています。岩橋玄樹がポニーキャニオン系列からリリースを行った際、業界には大きな衝撃が走りました。 今回の報道でも、滝沢氏と協力するレコード会社が、シクストーンズ所属のレコード会社とされており、滝沢氏の手腕に期待を寄せていることが伺えます。5. 平野市用と神宮寺勇太の遺跡が引き起こす連鎖反応平野市用と神宮寺勇太の渡米への遺跡が、ジャニーズエンターテインメント内での連鎖反応を引き起こす可能性があります。 滝沢秀明氏に近しいグループやメンバーは、都米への移籍を視野に入れるかもしれません。ジャニーズ事務所に特別な恩義を感じているタレントを除き、辞めたいけど辞められないという状況にある人々にとって、平野耀と神宮寺勇太の移籍は大きな後押しとなるかもしれません。本格的な退場ドミノが始まる可能性も考えられます。 結論ジャニーズ事務所は様々な課題に直面しています。小ジャニー北川氏の性加害騒動により、かつてない危機的な状況に立たされており、滝沢秀明氏との協力を通じて新たな可能性を模索しています。戸辺の本格指導は、ジャニーズ事務所にとって大きな試練となるかもしれません。 一方で、エンターテインメント業界全体にとっては、これからの動向が注目され、日本のエンターテインメントの未来を変える一瞬となるでしょう。この合流に関する詳細情報や影響について、今後の展開を注視していくことが必要です。ジャニーズ事務所の未来、そして平野仕様と神宮寺ゆの新たなスタートに期待しましょう。